おはようございます、一ノ瀬はじめです。本日は1月21日の土曜日、前回の動画からだいぶ時間が空いちゃってますが、今日はね、この1月20日から寒波が来ているという中、極寒のねキャンプ、おっさん3人で行くキャンプね、最近年末にまた、キャンプ復活したんですが、久しぶりに、1ヶ月ぶりかな、極寒の中キャンプに行ってきたいと思います。今日はね、三重県の被災ってわかるかな、まあ、被災市、一応市になるのかな、にちょっと行ってきたいと思います。まあね、キャンプ復活してすぐなんで、そんなむちゃくちゃね、ちゃんとしたYouTube でよくやってる YouTuber さんみたいなキャンプにはならないかと思いますが、なんとかね、死なない程度に頑張って行っていきたいと思います。にだいぶ近づいてきましたね。今ね、被災インターを降りるんですが、このままね、直接キャンプ場に行くのではなくて、ちょっとね、イオンで、他のメンバーと待ち合わせになってますので、ここの今ちょうど左手に、今見えないね、あるすぐ近くのね、イオンに行って他のメンバーを待つ予定になってるんですが、昨日ね、ちょっといろいろ忙しくて買い出しができてないので、相当早めに僕今出まして、イオンでね、ちょっと買い出しも含めてやっていきたいと思ってますので、ちょっとね、このイオンで今日の食材、今日明日の食材を買っていきたいと思います。はい、今ね、被災のイオンで買い物してきたんですが、雲がね、なんかここら辺だけ出てて、こっちは晴れてるんだけど、ちょっと雪がちらついてくるぐらい寒いですね。映ってますかね。なかなかこの iPhone のカメラで撮るのは厳しいかもしれませんが、めっちゃ雪降ってきた。まだね、他のメンバー合流してないんですけど、結構寒いよ。外気温はね、ここ見て7度なんですけどね、結構降ってきた。この雲がどかないことにはダメかな。それではね、他のメンバーとも合流できたので、駐車場がちょっと広すぎて、場所がちょっとね、離れたところに止めてしまったので、そっちにまずは合流して、ラムちゃんパーク迎えたいと思います。はい、とりあえずね、メンバーと合流できましたので、ラムちゃんパークこれからね、向かっていきます。ちょっと初めて行くとこなんでね、どうなるか、とりあえず行ってきます。ラムちゃんパーク到着しました。こんな感じ。ラムちゃんパークでジンギスカンいただきます。お肉やってきました。結構やっぱり脂身ないですね。はい、いつもショルダーになります。うまそうですね。去年の末の北海道以来のジンギスカン、めちゃくちゃうまい。味変でスパイシーでめちゃくちゃうまい。ラムちゃんパークの
ラムめっちゃうまかった。また来たいね。出てきたらね、こんな感じで市場みたいにもなってます。建物がね、新しくて結構綺麗で、ちなみに今喫煙所でタバコを吸いながらこんな感じで外から撮ってます。今ね、食事したラムチャンパークがこっちで、今回泊まるね、サイトがこちらになります。トイレはね、あそこにラムチャンパーク用のトイレがあって、ここにもね、上の方にトイレがしっかりあって、めちゃめちゃ綺麗なサイトですね。それではキャンプ設営していきたいと思います。あ、すげえ、ここにもちゃんと階段があってショートカットできるようになってます。上がってくるとこんな感じで火を使えるキッチンっぽいところと洗い場がここにあって、めちゃめちゃ綺麗、素晴らしい。ざっくりサイト完成です。後ろに最近買ったアルパカストーブ、ちょっとなんかごちゃごちゃしてるんであんまり撮りませんが、今日はこいつで暖を取りたいと思います。フェザースティック完成。さあ、ほぐちも全部揃いました。これ先輩にもらった朝縄ほどいたやつ。はい、ある程度準備できたのでビールいただきます。乾杯。先輩が持ってきたスウェーデントーチ。2本目コロナビール。寒くなってきたので火を供養を始めました。で、先輩がスウェーデントーチで焼いた牛タン。うまいな。今日は米 0.5 合で水蒸気炊飯を半合でいきたいと思います。水がだいたい 108cc だったんですけど、まあ、なんとなくシェラカップの計量なんで120ぐらいとりあえず入れておきました。で、これであとは浸水。当初の予定、本来メスティンで炊飯する予定だったんですけど、なぜか半合に入れてしまったので、今移し替えて半合は別の料理の予定に今切り替えました。思い出してよかった。で、先輩からいただいた煮卵のお裾分け、一緒に来たメンバーにじゃがいものホイル焼きいただいたので、とりあえずこっちの炭で薪で焼いていきたいと思います。寒いんでガスストーブ、そしてファンがちょうど回りだした。先輩のスウェーデントーチをこっちに持ってきて、今めっちゃ燃えてる。さっき仕込んだ先頭半合新潟とメスティンで蒸し鶏とご飯の調理中。本当はね、この下で鍋もやる予定でしたけど、ちょっとそこまでね、お腹に余裕がないので蒸し鶏とご飯だけでいただきます。なんか七色の焚き火で炎が変わるということで、もうちょっと置き火になってますが、ちょっとこれ投入してみたいと思います。あの袋ごと入れろということなので、投入。よし。なんか今入れたけど、カメラでわかるかな、こうチラチラなんとなくこう七色っぽい炎が上がってます。あ、来ました。あ、なんかカメラではわかんないな。先輩が一個投入してくれました。レインボーファイヤー、どうなるか。なんか匂いだけすごいな。おきびすぎて炎が上がらないので薪追加。 YouTube で見たフォリニシ蒸し鶏完成。堀にしかけ、かけて蒸しただけの鶏。どうぞ先輩。ありがとうございます。これ1個か？はい、1個です。いただきます。はい。あ、おいしい。なんか結構評判いい。いただきます。うん。ま、ちなみにレインボー炎は上がりません。はい、ちょっと薪入れて、火起こしたら、色がだいぶ出てきた。すごくない？今からもう食事も終わったのでお風呂行きたいと思います。お風呂上がってきました。ぬるぬるのお湯でね、最初ただぬるい、ちょっと若干ぬるいのかなと思ったんですけど、お湯の感じがぬるぬるで
めっちゃ気持ちよかったです。温まりました。それじゃあサイトに帰ります。はい、これ星映ってるかな。そろそろキャンプ今日は終わりですね。今オリオン座の方向いてるんですけどね、一回トイレ行って寝たいと思います。はい、こちらがトイレになります。めっちゃ綺麗、ほんとできたばっかりっていう感じ。ウォシュレットもついてます。はい、これ見えるかな。今トイレ終わって出てきたんだけど、こっちにねめっちゃ北斗七星見える。テントの中に帰ってきました。めっちゃアルパカストーブ入れたらあったかいけど、これ絶対ダメだよね。初めて入れてみたんだけど、なんかやってる人がいたからやってみたけど溶ける気がする。あったかいけどね、めっちゃ。まあとりあえず温めるだけ温めてすぐ消したいと思います。もうねアルパカ消してここ全部閉めて、ちょっとまだ匂い残ってますがね、これ大丈夫なんだろうかな。めっちゃ臭い。みんなよくあんな入れてるね。で、まあちょっとね、もう就寝体制に入ろうと思うんですが、とりあえず寝る前にね、こうネイチャーハイクの何ダウンの靴下みたいなやつと、これもねネイチャーハイクのダウンのズボンと、上はねユニクロのウルトラライトダウンを着て就寝に入りたいと思います。それでは今日はここまで。また明日の朝を撮るかな、ちょっとまだわかんないけど。それではおやすみなさい。おはようございます。今起きて外出たらだいたいみんな凍ってる。すごいね、寒いわ。テントも真っ白です。霜がすごい。朝寒すぎるんで早速アルパカつけました。早く温まないかな。朝食完成。カゴメのトマトペーストと牛乳で作った、あと 6P チーズかなで作ったトマトクリームパスタ、いただきます。完食です。ちょっと僕には酸味がきつすぎたので、トマトペースト2袋使ったけど1袋でよかったかもしれない。食後はココア。はい、撤収完了です。もうね11時回ってますが、今日はねというか今回はアーリーチェックインのレイトチェックアウトなんで、かなり時間的には余裕持って楽しむことができました。それではね帰りたいと思います。はい、それではね帰りたいと思います。それでは本日の動画はここまでとさせていただきます。めちゃくちゃいいキャンプ場でした。また来たいですね。それではまたね、バイバイ。And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty.